こんにちは、アサリオンチャンネルです。お母さん、肩と腕が痛いんだって。今日は指の悩みのお話です。その前に、真っ赤なピアノの鍵盤がすごいって話聞いてあげてください。僕とはまた後でね。前にもちょっと言ったんですけど、鍵盤の重さっていうのをやっぱりピアノの練習する上で大切かなと思って、この電子ピアノ買うときに選ぶ理由の一つに、重さがピアノと近いものであるってことは一番大切に考えました。昔のイメージの電子ピアノってなんかパコンパコンでパッとこうキーボードみたいな感じのやつ、まあ今でもある。それだと絶対練習にならないなっていうのはね、はい、子供の頃はアップライトで練習してたんですけど、その時と変わらない感じのタッチは絶対必要だなと思うよう思って、これは一応プレミアムの線はグランドピアノのタッチに近づけて作られています。だからものすごくこの自然な感じで、ね、パコンパコンではもう絶対決してないですし、なのでよくピアニストの人とかもテレビでよく使ってますね。この練習とかでも使ってたし、練習でこう弾いてるでも使ってたし、使ってますね。だから買ってよかったなと思っています。悩まれてる方はおすすめです。これ今1100っていうのが出て、新しいのが出ましたけれども、これは1000です。1100は iPhone に繋がるんだよ。繋がるんだよね。ワイヤレスで繋がるんだよね、今度はね。私たち別に頼まれて CM してるわけでもないんですけどまあよかったよということで。で、本当は私でもこれよりもっといいもの、ハイエンドがあるんですよ、カシオの。セルビアの。セルビアのブランドハイブリッドですか、なんかな。それはね、すごくね、弾いた感じ全然違う、全然違ってたら割と失礼なんですけど、やっぱり、ね。で、ブランドピアノ。すごいなぁと思いました。ベヒシュタインとか、あるじゃないですか、ドイツの、有名な老舗の。あれと、なんか再現してるかなんか。コラボしてるやつ、ね。コラボしてるやつで、ものすごく考え抜かれてるやつだなと思って、でピアニストの人たちがホテルに置いてやってたりとかして、ちょっと憧れの機種なんですよ。もうちょっと上手になってうまく弾けるようになったらいつか歌唱さんくださいって感じだね。歌唱さんは、まあ、もらえるのは難しいです。頑張って変えるようになりたいなと思っております。こんにちは、アサリオンチャンネルです。今日は、ソナチネの36の3の1を第一楽章を弾きます。ゼロにそんなちねポップス妄想とか言ってたんですけど、なかなかちょっとポップス探すの難しくて、またそんなちねになっておりますが、36の1、コロコロ可愛い曲、とても愛らしい曲なんですけれども、thank you.
まだまだ全然完成できてないんですけども、今週はもうなんかそんなに練習やりすぎてるわけじゃないんですけど、ちょっとこの腕が痛くて、あの子供の時からですね、私ピアノを習ってた頃、小さい時から習ってた時に左にどうしても力が入るっていう癖があったんです。あの右は全然大丈夫だったんですけど、左にいつもこう力が入ってここが痛くなって、先生から力抜いてってずっと言われるんですけど、どうやって抜いたらいいのかが分からなかったっていうのがありまして、でそれを克服せずに、ピアノを中学校でやめてしまったっていうのがあるので、まだそれあの40年ぶりに再開しても引きずっております。ピアニストの人とかピアノの先生がいろいろ挙げてらっしゃいます。やっぱり共通してるのはこの指で弾かない、腕を使って弾く、あとは背中で弾くとか肩を意識するとかいろいろあるんですけれども、なかなかこうそれをあのうまく言葉に伝えるのは難しいし、私たち生徒側もパッと言ってパッと治るものでもないようで、まあ、苦労している人も私を含めて多いんだなということを感じております。それとは別にですね、この間挙げたツェルニーの30-2で、ピアノ先生からあの手の形がちょっと心配だから、そのまま練習し続けると腱鞘炎になるからってあのアドバイスをいただいて、確かに見直すとあの最後はもうここが疲れてきてダレンとなってんですよね。で、あこれはそれはダメだなと思って、で手の形っていうのもあの昔はですね、あの私たちが習った頃は猫の手みたいにしなさいって言われたんです。卵を掴む感じでとか、だからこう丸くこうもうとにかく丸くって言ってガーッと言われたんですけれども、今ももちろんそういう先生も もちろん多いし、今は別にあのここまで丸くなくてももうちょっとこう自然なこう脱力してポーンって乗っけた形が一番いいんですよとか、あと手洗って水をパシャンってやった、このパシャンの形ぐらいでいい、あんまりこう丸くしすぎると逆に力が入るからって言われてる先生もいらっしゃいます。だからあのまあいろいろそれぞれだと思うんですけれども、とにかく私のようにこのあの腕が痛くなるとか、特にこの3連歩ずーっと弾き続けているともう適面、まあ、先生によってそんなに丸くしなくていいっていう先生と、いやもう極力こんな風に円角みたいに丸くっていう先生もいらっしゃった、たまに動画もチェックしながらやるのは有効だなと思っております。皆さんもあの動画で撮るのはとてもいいと思いますのでおすすめです。毎週木曜日と言いつつ3回続けて金曜日のアップになりました。ごめんなさい、設定ミスで再撮影、僕も2回分付き合わされてちょっと大変でした。でもいい子で頑張ってるでしょ。ご褒美のおやつおいしいんだよ。手が痛いお母さんの代わりにお父さんが弾くって言うんだけど、あまりの雑音に僕が却下しました。ぬか床守らなきゃ。これからもお母さんが弾きます。楽しみにしていてくださいね。いつもコメントありがとうございます。いいねとチャンネル登録お願いします。涼しくなって嬉しい丸でした。